こんにちは、コアレスモーターの白木です。今日はちょっとうちのモーターの説明させていただきます。当初は従来この程度、これ 100W のモーターなんですが、この程度あったものをこんな小さなモーターにしました。約3分の1くらいの大きさですね。重さも3分の1です。それからまたこれ 100W ですが、こちら 250W、250W というとどのくらいかというと、従来ですとこのくらいの大きさですね。こんな小さいものもありました。いろいろ調べてみました。他社のを調べてみる中で、うちが小さいと言われているこちらのものよりもさらに小さく、軽さも3分の1です。そういう点で小さくて軽いという特徴があると。そこの中でこのモーターをシリーズ化していくために320W のものも作りました。これ CPH62 と言っています。さらに大きい CPH80、 これ 460W 出てる。ここまで小さくてコンパクトなモーターとして作ってまいりました。